話したよな、おじいちゃん。もう普通に聞こえなかったわ。みんなでいいエーペック感スじ。やろうって。エーペックス？ FAQ やだ。はもっとやりたくないわ。みんやなだ。で競技だ。わーい。TPS ならやってやるよ。フォートナやるか。ワンチャン。あんちゃん、TPS やフる。ォトナ、TPS ならワンチャン。俺、フォートナそんな好きじゃないですけど。じゃあ、解散だ。お疲れ様で。はい。お疲れ様でおし疲れ様でた。す。SP プロジェクト全員集合って言ってね。嬉しいですね。配信しようかな。誰も何も言ってくれない。はい、ってことで。もう今年も早いことで、もう年末ということだね。年のせいだね。年の瀬します。年の瀬年末。クリスマス、は大晦日、なんでね。ちょっと、一年を振り返るというか、まあ、特に振り返ることもないんですけど、まあ、雑談動画で、一年を締めくくろうかなと思い、今日は集まってもらいました。奇跡的に全員揃ったからね。そうだね。そうね。レアだレア。ああ。さて、ここ最近通話自体しなかったもんね、誰とも。してない。1ヶ月くらい。俺してもしなない。なんかっだたかんし、だでしもね。たもんね。うん、すごい久しぶり。ちょっと久しぶりに声聞いた。元気みんな。そうね。元夏気？ぶりぐらいな。元気元元気。気、元気、元気。ここに元そうだ気けどかも今。しいや、ん俺な今日自殺を考えたよね。なんだーじゃなくて。い。いや、ちょっ元と気じゃ声最色が近嫌な違うこんとあだるってな。ことやっぱ。元気じゃないやんけ、それ。最近、そう。ねえ、嫌なことがありすぎて。ねあらえ、ら。ないですけど、別に。へえ、そうなんだ。特にないんですけど。はあ。ああ。疲れてん何話なぁ、しおってるさんんじゃだな、ないみんよ。な。もうみんなう鬱だっすわ、よ。もう。いや、疲れてます疲れちゃっよ。た、今。人生に疲れちゃったよ。おじさんも疲れ早ちゃっいよ。たよ。おじさんさんも疲れちゃったんだよね。強く生きて。いや、もう休んでもいいかい？一寸先は闇ってな。あははははははは。年末何にやだるこの会ハイ話だボールっねて。忘年会ですよ、忘年会。忘年会っすね。実質忘年会っす。今年はリモートで忘年会っすよ。集まりないからね。集まらないから。大人数での飲み会とかになっちゃうからね。集まったら。TPP や5るか。人か。あれ、確かあれだもんね。確か5人以上でクラスター発生だもんね。ああ、そうなんだ。50人だとね。らしいよ、5人らしい。知り合いのへえ。会社もなんか、4人以上での会食禁止って言ってるとかさ、家族でもダメだっマつっジか。て。大変だね。ええー、厳しいね。まあ、そんなもんだよね。だって昨日やばかったじゃん。まあね、昨日はすああ、ごかったよ。東京800人。ねえ。収録まあ、人もっ数と増考ええ。ちゃうんですけど、このフランスは1日に1いいだ万ろ、人で別すに。よ。ねえ、まあ、やば。もう、とどまらないね、本当に。我々の、10倍以上ですね。フランスは。まあ、もっと増えるでしょうような。そうでだすわね。ね。そうですわよ。あら、そうですまあ、わお困りでね。すわ。だって俺もう今年ジョージと会ってないもん。あんな収録はしてたの去なん年。かそうらしいね。会わない会っままてはないよ、今年終わりそう。言うても。まず今年会ってねそうか、坂田さんと座もうっ会ってないてのない。か。会ってない今年会っわ。てねえ。会ってないよ。誰シとルもマ会ってとない会っ気がたんすだける。ど。まあそうだね、馬さんと会った。ぐらい。会ってない寂しいね。ね。寂しい俺は会っね。てあ、会ってなないいですよ。わね。まあさすがに顔馬さはんの忘家。れないけどさ。俺は忘れたわ。おい、俺思い出しは忘て。れた。思い出してバさ。タフライエフェクトみたいに通りすがっちゃうかもな。ああ、やばいやばい。ごめ世界ん、線何変でわっもないちでゃう。す。あいつどんな顔だったっけ？つって。よいしょ。
あいつ変わったっけ？どんな顔だったっけ？どちら様ですかって。そう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 。はじめましてですよねつって。そうそうそう。それはちょっと劇的だな。エンディング後のルートみたいな感じだな。ああ、そうだな。はじめましてだなつって。エンディング始まる。何それ、俺めっちゃはにかみながら微笑むわ。うん。そうでしょ？そうだな。でしょそれ。はじめましてだよなつって。ラドウィンプス。あれでしょ、あの。ててててんて。君の全然前世からそうそうそう。そういうことでしょ。階段ですよ。君の名のラストは違うよな。うん。これはあれだね。あれは知ってた。初めましてだけど、初めましてじゃないかな。君の名はっていつだ ?3 年、4年前?10 年前だったね。もっと前です。確か。まあ、天気の子がね、俺は好きだな。あ、わかる。俺も好き。見てないわ。両方見てないわ。俺も両方見てない。マジか。マジか。君たち。見ろよ。冬に見ろうぜ。君の名はさ、見ようと思ったんだけどさ。うん。うん。なんかスレで見た、なんか AV 見たら満足しちゃって。うん。君の名は、うん、君の名は、なんかそれ見たらすごい笑って満足しちゃって。満足すんな。見てないんだよね。あるよな、君の名は。あったな。もう天才かよと思って大笑いして。君の、それなんか満足しちゃったんだよね。鬼滅の女子だよね、やっぱ天才なの。ああ、そう、あれほんと天才だと思う。ログが天才なんだよ、ほんと。ログが一ミリ天才なんだよ、ほんと。いや、マジで鬼滅のね、パラ AV はほんとに。ロゴだけ見てほしい。マジで天才だよ。なんか、すごい考える人天才だよね。頭いい。天才の所業マジで。ロゴだけ知ってるわ。なんでお前そんなところでデザインしてんのっていうデザインのセンスがある。マジで。それな、わかるわ。超わかるよ、うん。神があそこにいたまして。別に見てはないけど、その AV。俺も見てない。ロゴだけ本当に神。俺も表紙だけ見て、すげえってなって終わったわ。表紙が神よ。なんちゅうセンス持ってんねんと思ってる。ちょマジで見てほしい。何の話でしょこれ。なんでこんな年末にそんな話すんだよ。まあ最近話題になってますからね、いろいろとそういう系のビデオは。鬼滅の方じゃないの。そういう締め。そっちに流れ持ってくの。ごめん、今の俺が分かった。ビデオは話題になってねえだろ。今日はこちらにあります。ごめんなさい。いや、マジこのロゴ今正しい方に軌道修正すんのかと思った。このロゴほんまに見てほしいわ。出しやがったこいつ。おい、画像あるな。ほんまに天才だな。あ、じゃロゴだけでいい。そうそうそう。それがいい。これね。これね。ほんとロゴすごい。ほんまに超すごいもん。クオリティ高っけ。天才マジでほんとに。すげえ。マジで天才。ほんまに天才なんだよな。どうしたどうした。天才の修行なんですよね。いやいや、改めて言うとわけわかんねえなこれ。だろ。あ、まあそれは確かに。なんなんだよ、ほんとにこれ。デザインの神がそこにいるよね。そうだね。うん、いる。なんか一瞬本家かなって思う。なぜ AV 業界にいるのかほんとにわからないけど。神がそこにいるよな。AV のタイトルセンスはほんとにすごいよね。それはわかる。めちゃくちゃ秀逸。もしかして今日そういう話題で終わり感じですか。アンパラの AV タイトルは本当にすごい。シグマがいて全員揃った大体そういう地形の話ばっかじゃないつも。男はそういう話でしょ。それは男はそういう話でしょ。いやいや、シグマが言うと大体そうなんだよ。好きなエロ漫画サイトはみたいな話する。読まないから知らんわ。うん、やってろ。好きなエロ漫画家の話。好きな AV 女優の話をする。AV 女優はあんま名前覚えてないな。AV 見ないことあるっていうか。いや、俺もそれ興味ねえから見てないよ。人生生きてて AV 見ないことある？興味ない。
人生とまでは言わないけどさ。ホモでも AV 見るか。ホモでも AV 見るわ。そんな見るなら美術館行くわ。発見してるんですけど、受ける。そんな見んだったら美術館行くわ。美術館か博物館行くわ。してんの大丈夫。え、枯れてる。欲がない。あ、こいつね、僕年人か、本物の。もしや。別。いや、俺と同じ生き物のラタイミンの気持ち悪くないか。でも、そんなレベル本物だ。こいつ本物かもしれん。じゃあ、お前もしかして、獣いや、四足足の生き物も苦手だよ、俺は。犬とか一番嫌だよ。じゃあ、二足歩行の獣か。それは何なんだそれは何だゴーリラ。いやー、あんま見たことないよ、俺ゴリラ。ゴーリラ。あ、わかった。お前さては、神話生物とかに浴場するタイプだな。それもそれで問題だな。なんで神話生物？クトゥルフ、クトゥルフ、クトゥルフ。楽しみは自由なんだですけど。いやー、混乱してる。性欲ないことある？あー、なんだろうね。なんか。ネクさんは割と、あれだよね。さ、俺の視聴者はそういうことじゃないから。全人類求めてる、これ。まあ、カットするなりなんだけど。じゃあ、軌道修正する？軌道修正しますか？面白い話ができる気がないからさ。マジか、俺一緒なんですけど。さっきさことさんが言ってたけどさ、俺？美術館で思い出したけどさ、はい、ああ、はいはいはい。ゴッホちゃんよくない？持ってねえから、その話すんじゃねえ。あ、いいよ。あ、お前、課金しろよ。アークナイツに金落としてっから今、金ねえんだよ。ああ、そっか。俺まだ新宿突破したあたりだから。でも新宿面白かったでしょ？いや、俺、本当に、人生で大事なお話になってしまった。まあ、死んでる。こんな話していい？ FGO よ。FGO っすね。え、馬さんも FGO 始めようよ。やったっすよ。まあ別に、ゲーム制限。ゲーム、通過ないからさ、さっきも。始まる前に言ってきてさ、ジョージとネクさんには。まあ、やんなくてもいいと思うよ。やんなくてもいいんだ。共通の話題だなって。うん。5分の4共通してるから。そう、本当に、なんだろう。なんだろうな。俺、始めたタイミングが、2000万ダウンロードあたりで。うん、言ってたね。そうそうそう。あれ、それとは違うんだけど、あの時は、スカチケみたいなの時は、ドレイクだ。ドレイクを入れたんだけど。あ、マジ？そうそうそう。まあ、それは関係なくて。俺、スニーママにしたわ。あのあたりでさ、あ、そうなの？あのあたりで、ジャンヌ・ウォルターのピックアップがあったじゃない。なかったじゃん。やばい、なかったっけ？あったか。ピックアップガチャがあったの。まあ、引いてないからなかったとか言うのよ、お前。うん。ないんだから。ジャンヌ・ウォルターのピックアップなんて、俺初日からやってるけど、一回もないじゃん。あったあったあった。お前ない。あったの。配布のバーサーガーしかないって。ありがたいことに。ああ、おめでとう。よかったじゃん。そうそうそう。で、なんでそれ、躍起になって弾いたかっていうと、一章のジャンヌ・ウォルターが好きだったからなのね。一章？俺や。二章？俺、まあそうそうそう。一章じゃなかった？俺や。あれ一章だよね。うん、そうだよね。ウルレアは一緒だね。一緒内に入らない。オッケーオッケー。で、なんだ、どうして好きだったかっていうと人間的だったからなんだよね。なあ。わかる。サーヴァントっていうのは生きてる存在じゃないけど、アベンジャーに関しては、こう、復讐心で生きていられるじゃない。彼らは。うん、で、その姿を俺はむしろ美しいと思って、サーヴァントのその止まっている時間っていうのは生きているものにとって大事なものだけど、彼らの物語みたいなものに魅力をそこまで感じなかったのね。なるほど。で、その後で俺はアニメのステイナイトあたりを見て、はい、でアーチャーの話を本当に好きになって、それは
彼が亡くなっていて変化を求めていたから好きだったっていう流れがあって、うん、あまああの彼がその終わっているせいでありながらもその自分は何も変わらないということを分かっていながらもエミヤシロを殺すためにあーなるほど。で、でもあの人夏日でめっちゃはしゃいでたじゃん。お前はそうそれはそれは別の話だから俺もあの君があのアーチャーかいってなったもん。それは俺も思ったけどでもあのほら中東あたりの言語を覚えておくといいってさらっと言ったりするの俺めちゃくちゃ悲しかったな。ああ確かに L 字翼くんそういう時あるよね。さらっとなそんな話はいいんだよ。さらっと言ういいんだ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 俺新宿の話したいんだよ。おーあーごめんごめんね。でごめんな。であのまあヘブンズフィールやら何やら見てで新宿にようやく入ったわけよ。はいはいはい。その、うん人事修復して、新宿行ったら、ジャンヌ・ウォルタがいるわけじゃん。いますね。いるんだ。で、いるんです。え、まだやってないの？で、俺は全然。1.5 章。で、その、何もやってないの？うん、1.5 章もやってない。やりな。マジか、これ言ってんのか。いや、別にネタバレは。どうぞどうぞ。で、新宿でジャンヌ・ウォルタは一旦戦線離脱しちゃうんだけど、そこで、その、とある復讐心を持つのよ。うん。っていうのが、セイバーオルタも出てくるんだけど、セイバーオルタ、アルトリアオルタって呼ぶべきなのか？いや、どっちでもいいんじゃないかな。まあ、セイバーオルタも出てくるんだけど、で、セイバーオルタと主人公が潜入任務でダンスをするっていうくだりがあって、うん。で、ジャンヌの話しなかったんだけど、で、なんで私だけ踊ってないんだぐらいの気持ちで彼女は生き残るんだよ。ああ、そうね。そうそうそう。で、ラストシーンで、その主人公を助けた後で、他のサーヴァントが撤退していく中で、主人公とジャンヌ・オルタだけが残って、戦場の全てが終わった後で、その、彼女の望みを話す果たすためだけにダンスが行われるって、うん、はあ、美しいみたいな。あ確かになんか発想ヒロインの歌があったわ。なんていうか、ジャンヌ・オルタっていうのは虚構の存在というかイフの存在じゃない。ジャンヌ・ダルクっていう存在の、まあそうね、あれは本来のジャンヌではないし。だけど望みを持ったらそれは人間であってそれを否定することはできなくてでその望みっていうのが踊るっていう至極完璧で至極その人間が人間足りうる自己表現みたいなものにつながってるのが本当にありがたいな、ありがたいなっていう気持ちでいっぱいになってしまったっていう。なるほど。こんなに、こんなに俺のための物語があっていいのかって。で、俺、あの、星野源が好きなんだけど。ああ、そうだね。星野源がすごいいい言葉を残してて、残しててって言うと偉人みたいだからなんか嫌だな。星野源がすげえいいこと言ってて、その、うん、星野源、ある一時期学校に行けなかったんだけど、その、まあ気に病んじゃっていろいろと。である日行ったらなんかダンス部がダンスしてて、うん、でその日星野源は自分を変えたいと思ってたからダンス部に入るんだよ突然ね、うんうん、でその日ダンスをしたことによって自分の人生が変わって踊るという言葉が生きるという言葉と同義になったって。で俺はこの言葉が本当に好きで、で星野源は踊る人だし、で踊るっていう言葉はおそらく生きるっていう言葉と同義なのだとしたら自己表現っていう言葉が生きるっていう言葉なんだろうしっていうのが今の自分の指標というか
っていう話を聞いた上で新宿の話をこうもう一度再生してほしいんだけど、頭の中で。ああなるほどね。踊るという執念でもって生き残った彼女と俺は踊ったんだよ、あそこで新宿の街で。そうね、踊ったね。俺はそれが良すぎて、あのレアプリズムってあるじゃない、ありますね。ああはいはいはい。全然手に入んない。レモンゼリー手に入れる方法あれ、コシオンサーバント売ればいいんだよ。でしょ。でもなんかもったいないなと思って売れなかったんだけど、うん、うログインボーナスで最近ポンポンポンってもらえたじゃん。まあそうね。で5個貯まったから俺はあの俺女性主人公でやってんだけど、男装の服を買って気持ちよくなってたっていう、あの新宿はそういうエピソードなのね、男装するっていうくだりがあって。そうね、めちゃくちゃそれで気持ちよくなっちゃったっていう、それぐらい好きなのよ俺。あんまりその作品解釈に関係のないことってやりたくないんだけど、これマジで関係ないじゃんこんな。それやるんだったらあのマテリアルみたいな買った方が FGO のシナリオ読めるし、でも貴重な5つ使ってやっちゃったやっちゃったんだよね。まあいいんじゃない、その辺は。いいと思いますよ。俺もレアプリはすぐ夢見に消えるし。オタクだね。激オタクの話をしちゃった。最高に今オタクだったね。オタクマスのイベント終わっちゃったよ。走り切れたのか、まあ、ただジョー君あれだよ。何？エミヤ関連の話好きだったら割と英霊剣豪七番勝負も早く見た方がいいよ。5億人に言われてんな、それ。マジで。またかよ。マジで全員に言われてんな。本当エミヤ系好きだったら、七番勝負は見た方がいいと思う。うん、そう？うん、あと、プリアも見た方がいいと思う。あー、すいません。プリア見ろって言われてんだよね。お前、プリア見ようしょ、今じゃん。いや、マジで、途中までは、本当に、イリアが平和なイフストーリーって感じなんだけど、うん、マジで途中からただのフェイトだからやったね。そう、意外と何かフェイトのサビみたいなのが心に馴染むというか、何だろう、フェイトの基本理念みたいなところにその星を眺めるっていうキーワードがあると思うんだけど、そのなんだ大サビというか、フェイトのセイバールートでラストのラストでその星を眺めるっていうキーワードが出てきて、で星を眺めるっていうのはまあ憧れを持つみたいな話だと思うんだけど、うん、でさっきも言ったようにそのアベンジャーっていうのは復讐っていう星を眺めるから生きていられて、なんかそういう話がそのなんだろうね、生きるみたいな話を星を眺めるっていう言葉で形容するのがスターウォーズで育った身からするとすごく遺伝子的に馴染むんだよね。ほう、わか、そういうことない、なんか言葉として、あ、この表現してくれるのってすごいいいなぁみたいな、作品に合うことってない？ああ、なんか言われてみればある気がするわ。そうそうそう、なんかそういうのに気づく瞬間のために俺は今いろんな映画とか作品を見てるような気がする。表現とかこういう展開が見たくてしょうがないみたいな。そう、そろそろフェイトの話やめにしようって思って振ってるんだけど、なんかあるかな、ちょっと。うまさん、うまさん、なんかないの？オタクトークを送るからさ。うまさん、うまさん、何はないか。なんか振って話ないって言われちゃったらそれまでなんだけど。
んだろう。例えば、なんだ。来年の目標。なんだろう、ほら。マジかよ。来年の目標。マジかよ。ぶっマジかよ。ギッタコイってたんだけど。お前、来年の話すると鬼が笑うぞ。もう年末だからいいじゃん、これ。上がるの大晦日だよ、この動画が。いや、結構今、作品の話結構真面目に考えてた。そうだよ。何に感動したか。俺はその話聞きたくてしょうがないんだけど、その、ほら、今年見た作品の中で何か、俺の価値観、すごく馴染んだものがあったりとか。ああ、ごめん。はい。そうじゃ、俺の場合。ああ、馴染むか。じゃあ、俺の話をじゃあさせてほしいんだけど、うん、俺が多分その作品で、マジでなんだろう、求めてるものがあるとすれば、人の普段見えてないところが見える瞬間。あーあ、ね、普通に人間と関わっているうちってやっぱ人間のなんだろう会ってない時って見えないわけじゃん、うん、現実の場合3次元って言った方がいいかな、うん、まあ見えないわけじゃん。でも漫画の世界の場合視点が違うから、うん、影の努力みたいなものが影の努力、影というか普段人に見せない場面を見せてくれるわけじゃん。うんこれはね、俺すごく、なんだろう、重要視している部分だなって、うん、自分の中で。これ知ってるかわかんないんだけど、具体的な例で言うと、かぐや様を告らせたい。ああ、はい、ありますね。聞いてないけど、ネタバレに。名前は知ってる。まあ、ネタバレになるかもしれんから、ちょっとあんまりなんだけど、うん、もしネタバレ的な感じで話すと、はいまあ、主人公の、名前飛んじゃった。シロワネくんは、うん、まあ、はい、凡人なわけで、反対にヒロインのかぐや様は天才であると、うん、いうような対比がなされてるんですよ、作品の中で。うん、で、まあ、ただ、その、なんだろう、やっぱ恋愛としては対等、恋愛って基本的には対等なものであるべきじゃない。うんうん、やっぱ一方的なのって、あんまりよろしくない感じがあるじゃん。うん、白金っていう男は、その天才に対して対等になるために、うん。まあ、努力で唯一、学力っていう面で、かぐや様を抜くわけですよ。うん、まあ、抜いてるところから始まったけど、うん、はいはい。学年1位を取る。で、2位がかぐや様っていう、まあ、そういうところから始まってるんだけど、うん、その、やっぱ影には凄まじい努力がある。うん、でも最初から言われてるんだけど、もちろん。言われてるんだけど、うんうん、何巻だったか忘れちゃったんだけど、どっかで、その、白金みゆき、ま、みゆきの部屋が映るシーンがあるんですよ。あー、あれね。漫画かな多分。アニメではないから。なるほど。はいはいはい。その時に映る部屋。まあ、その、要するに、もちろん今までね、漫画見ていくうちに白金みゆきのその、普段考えてること、表には出さずに、うん、かぐやに対して考えてることってのはもちろん見えてるわけなんだけど、うん、その、まあ、そういうね、あの、かぐやめっちゃ好きみたいな心情はもちろん見えてるんだけど、その裏であった、なんだろう、白金みゆきという男が、篠宮かぐやという女を好きでいていいと思える部分。うんうん、ああ。勉強。まあ、部屋に、なんだろう、すさまじい、ものがあったんですよ、うん。ありましたね。あれは鳥肌だったわ。まあ、なんかもう、張り紙というか。ああ、なるほど。努力って書かれたものがあったりとか。まあ、あれだよ、なんか、ある程度話的にさ、白金くん努力してるってことを読者にもお伝えしたけど、実際にそれが可視化される瞬間ってやつだよね。そう、今までにじみ出ているものが、形にされる瞬間であり、白金みゆきという男の底が見える瞬間があるんですよ。口でさ、努力して学年1位取ったってのはめちゃくちゃ簡単なんだけど、うん、その裏にある凄まじいまでの犠牲であり、努力であり、うん、っていうものが見える瞬間があるんだけど、あ、凄まじかったんだよ。それが見えてなかった。部屋でそれが分かるっていうの、うん、スマートでいいね。そこ見りゃ分かるもん。この男がどれだけ自分を追い込んだから。うん。なんとなく追い込んでたんだろうなって想像できんの、もちろん。今までの言動とかも、うん。睡眠時間を削ってみたいな言動はあるし。うん。
寝れて常に寝不足みたいなのってあるんだけど、それがドンってそのなんだろう垣間見えるというか、うん、恐ろしくこちらに訴えかけてくるその表現がね、いいね、凄まじく好き。なんかこれって現実だとすごい難しくてさ、うん、とてもじゃないけど人の部屋って見れないじゃん基本。そうだよね、テリトリーだから、もちろん話としてめちゃくちゃ自分を追い込んで勉強したんだよみたいな話って聞くことはあると思うんだけど、うん、それをあとまあそうね、うん、身に染みてふわってなるほどに訴えかけられることが現実だとほとんど、それが見える瞬間っていうのがね恐ろしくいいなと思う、うん、これはそうね、作劇的な瞬間でありつつ、いいね、その人間が隠れて見えない部分が見える瞬間、作品はほっとそれが自由に表現できるから、うん、現実にはないなって思う。まああるんだろうけど非常に見えにくいし、見えることってほとんどないから、うん、そうね、だからこそそれがそのそうね劇的に感じるのもそうだろうし、だと思う。あとそれってすごくなんだろう、連載的というか、日本の習慣だよね、あれ。どうなんだ、どういう形態でやってんのか。ヤンジャンは習慣、ヤンジャンは習慣だね。ヤンジャン習慣です。うん、そのまあ習慣じゃなくてもいいんだけど、習慣連載的な漫画でこそのあれだよね、その長期的な、そうそうそう、散々掘り下げをした上でポンとその部屋の描写が一つ入るだけで、あ、こいつって本当にそうなんだ。その瞬間、白金みゆきという男を恐ろしく思うんだよね。うん。それまでなんだろう、すごい親身に感じていた、ただのなんだろう、少年だった。同じ恋する少年に見えた存在が、うん、恐ろしい化け物に見えるんだよね。うん。そう。うん。なじみ方が変わる。いや、あれはめちゃくちゃいいなと思った。人間の本質は本質とも違うけど、ほう、まあ、作品は結構そういうのが見えるものだなって思ったら、うん、そういうのすごいいいな、ね、人間の、まあ、本質的な部分っていうのかな、うん、本当に、うん、一番大事にしているものというか、それが見える、うん、そうね、いいね。大事にしているものが見える。いいな。読んでもないのに噛み締めちゃってるよ今。そうね、さっきも言ったけど、うん、あの漫画上手なんだねその人。マジで言うの、その人が本当に何を大事に、そのキャラクターが何を大事にしているかって見える瞬間、うん、かな。同じ理由で巨人にも本当同じことが言えて、うん、レン・イェーガーは一生巨人、はいはいはい、巨人を滅滅させようとしてるっていうのが、はい、常に見えるのが本当にいいね。あれ最初から巨人ぶっ殺してやるって言ってるけど、あいつがずっと同じこと今でも言ってるのがね、うん、ぜひ漫画を読んで、最新のとこまで読んでると分かるんだけど、ずーっと鬼人ぶっ殺してやるしか言ってないのがね、天才だなーって思う。重要視しているものが見える瞬間、うん、これなんだろう、まあ、本音を漏らす瞬間ともちょっと似てるのかな。 VTuber でも結構俺なんか、うん、同じ面があるなと思ってて、なんだろう、うん、ネット配信者ってまあ結構大きく2種類に分かれると思ってて、そのすごくキャラを作って、うん、固めるタイプっていうのかな、うん、はい、なんて言うんだろう、ちょっと言い方がないな、まあ分かる分かる、言いたいこと、外装を身にまとうタイプと、
めっちゃそのままで、そのまんまでやりたいっていうのと、うん、多分かなり2種類に分かれるなって思ってるんだけど、うん、そのままでやるタイプの人たちって、まあなんだろう、思っていることっていうのは結構言葉にするんだよね。うん。今までのそのさ、動画っていう形態だと、結構なんだろう、やっぱ隠すんだよね。いわゆる YouTuber って動画で出してるうちは、そういう本音的な部分ってすごい隠れて、うん。そうね。それは、なんだろう。望んでるエンタメではないからね。うん、今までの YouTube のエンタメだったんだけど、VTuber が流行ってきて、ライバーってものがすごく流行ってきたときに、うん。VTuber ってさ、ちょっと本人たちに失礼かもしれないけど、顔も出してなければ名前も出してないわけで。うん。そういう、だからこそ、なんだろう。あんまり言わないようなことを言える。ああ、なるほど。はいはいはい。うん。すごい大事にしてる価値観みたいなものをすごい漏らしてくれる人がいるんよね。うん。うんうん、それを見たときに、ものすごく俺は感銘を受けるね。ああ。割と大したことじゃなくてもいいのよ。うん。なんまあ、視聴者に対して普段思っていることみたいな。結構。うん。なんだろう。例えばなんだろう。支持中に対して思っていることとか。うん。やっぱなんだろう。今まではさ、思っても言わない人が多かったし、特に動画を上げているうちは言わないんよ、多分。そういうのって。アンチがいたとしても、あんまり言わなくて。まあ、ヒカキンさんみたいな異次元の人間は、アンチでさえ見てくれてありがとうみたいなこと言い出すんだけど、ほとんどの人になんか、アンチしねとか、アンチに対して、なんだろうな、率直に、思いを言う人って、あんまりいなかったように思ってて、うん、それがね、すごい、見えるなって、最近は思う。ああ、まあ、それも、あれよね、リアルタイムになったから、な感じがするね。リアルタイムが主流になってきて、ああ、なるほど。ああ。そういう本質的なものが見える瞬間ってのは、ほら、恐ろしく感銘する。うん。ああ。普段の皮が分厚ければ分厚いほどそう思うね。うん。ギャップだけど、ただの。そう、あ、そういうところか。なるほど。いや、そう、俺あんまり、なんていうか、俺が当初 VTuber みたいなものに期待してたのっていうのは、うんむしろその聞かざる方だったのね。そう、そうだよね。だから、リアルタイム性みたいなのが強くなっちゃった今の VTuber みたいなのに、みたいなの ?VTuber にこう、うん、あんまり興味を惹かれなくなってたんだけど、うんうん、でも、そうね、長く追うとか、まあ本当に長いしね、あれ。長く追うとか、リアルタイム性とかみたいな話は、そうよね。そう、それがね、見えるな。人間性が見えてくる、うん、珍しくそう VTuber のアーカイブを最近見たんだよ。うん。あのごめんちょっと待って。これ名前出していいのかな。あいいだろうか。いいんじゃない。あそうほんまひまわりさんっていうピマ。うん。で、まあなんでかっていうと、俺が人生で一番好きなゲームをやってたからなんだけど。あ、そう。メタルギアソリッド2なんだけどさ。本当やっか?なんでこんなハードなゲームをって思ったんだけど。うん、で、まあメタルギアソリッド2にこう、少年兵の話が出てくるのね。ソリッド2、2、2でしょ ?2、2、2。あのまあライデンの過去の話で、まあ、主人公が昔少年兵として戦ってたっていう過去が明かされるシーンで、はい、そのめちゃくちゃショックを受けてるのよ。でどこに受けてるかっていうと、それが現実に起こっているという事実にショックを受けてたのよ。でまあそのなんというかすごいメタ的な話をしてしまうと、なんだろう、本当にそのほんまひまわりさんの本心として
少年兵っていうものがあることを知らなかったとも取れるし、まあキャラクターをかぶっているとも取れるんだけど、なんだろう、それを見て、うんうんうん、物語から与えられた事実に、まあなんて言ったらいいのか分かんないから言うけど、感動して生き方をちょっとでも変えようとしているっていう姿をリアルタイムで受け取れるコンテンツやばいなって思って、それよ怖っそうなんだ、これダメだろ、まあ麻薬だろこれぐらいの人間ですよ、人が VTuber 人が一人変わる瞬間見ちゃったよって。 VTuber ってさ、顔も名前も明かしてないゆえに、うん、その人のキャラクターってものにものすごく集中できるんですよね、うんうん、顔と名前が見えてるとやっぱそこに目が行くし、うん、余計な情報になっちゃうよ、うん、それがないよ、それゆえに人間性が見えちゃうんだよね、嫌でも、うん、いや多分ね、もう今更ね VTuber を可愛いで見てる人っていないと思うよ。ああ、どうなんだ、うん、それだけの理由で見てる人ってほぼいないと思う。だってみんな可愛い。だって。ああ、なるほど。はいはいはい。みんな可愛いし、みんな顔がいいから。うん。別の理由があると思うよ。そうね。そこがフラットになってるから、じゃあ、あとは何を選ぶかみたいな話ね。あ、もちろん、声であるとか、キャラクター性であるとか、あると思うけど、まあ、キャラクター性ってまあ、人間性よ。うん。うん。それがね、見えちゃうんすよ、VTuber って。そこに注目せざるを得ない。うん。そうなんですよ。見えちゃうんだよなぁ。そういうのが感銘するよね。そう。大感激しちゃったね。というお話でした。やれタイム言う。はい。エモいね。VTuber はいいそう。ちょっと一瞬席外すわ。はいよ。これは本当に困るんだけど、その人間のやっぱ価値観ってものが VTuber はすごい見えてくるから、うん、特に好きなのは、うん、あの、本当に俺、軍道ミレイっていう人間の価値観が死ぬほど好きなんだけど。うん、うん、うん。なんだろう、この人さ、めちゃくちゃ視聴者ブロックすんのよ。うん、うん。で、自分の嫌なものっていうか、うん、自分がその傷つくような相手に対する拒否反応というか反撃というか自己防衛っていうのかな、うんうん、めちゃくちゃしっかりするのでしょ、だからそのそれこそアンチってものを徹底的にどかすんよ、うん、それがめちゃくちゃ好きで、普通視聴者をブロックすることってあんまないと思うんですよ。よほどまあ、まあ、弱い発言をしないときで。この人は、あとしかも、ブロックの基準がですね、とても、比較的低くてですね、マージャンなどでは、指示コメを飛ばした瞬間にブロックするっていうレベル、なんですよ。うんうん、で、まあ、これってまあ、まあ、少しちょっと自分に置き換えて考えてみればわかることで、自分がその、いろいろ考えてやってるときに、ああだこうだ周りに言われるのってすごく嫌じゃない？煩わしいし、まあ耳障りだし目障りだしってなった時に、うんうん、この人はそれを何の容赦もなくどかすんですよ。それがマジで好きで俺、うん、付き合う人を選べって言葉があるじゃん。はい。この人本当にそれを体現してるんよね。現実がねすごい、そういうのがね、めちゃくちゃ好きなんだよね。例えばそういうのがあるんですよ。たとえそれが、なんだろう。毎月、
あのメンバーシップでお金を払ってくれてるメンバーであろうともうブロックするんですよこの人。うんうんうん、そういう価値観がめちゃくちゃ好き、そういうのが見えるなーって思う。なんか台風来てない？台風来てるね。窓閉まったね今。あれ？みんな死んだ？生きてんだ。よかった。よかった。本当に。いやあれなんだよね。頑張ってさ。うん。会話入ろうとしたんだけどさ。うん。うん、さっきシグマくんがさ。うん。可愛いってだけで VTuber 見てる人いないっていう言葉聞いてさ、うん、ごめん俺見てるわと思って何もいなくなっちゃったやっぱね、まあ、あれは結構俺も強調しすぎたな、あれは、うん、俺可愛いって言うだけでちょっと脳死でリゼ様見てるからあれはちょっと別にそれはいいんだよな。だからちょっとあーダメだこの会話入れないと思って黙ってたあれはちょっと俺も強調して言いすぎたんであれはね、うん、もちろんいると思いますよ、少ないなと、うん、見る基準ってやっぱ難しいじゃない。まあそうね、人それぞれだよ。でもちょっと趣味趣向は非常に偏られておられるので、やっぱそこの見る基準を満たすのって非常に難しいと思うんですけど。偏ってないですわよまあなんていうか、なんだディープに見れば見るほどっていう話よねきっと。まあそうですね、俺も正直基本記録は浅くだからな、うん、正直何も考えずに作品見たいタイプなんだよね。うん、うん、そう、なんだろう、なんだろうね、こう俺はどっちかっていうとインスタントな娯楽みたいなものがあんまり好きじゃないからおそのこうなんだより作り込まれた何かをみたいなことを意味なく求めてしまう人間なんだけど。でもそれもすごいわかるんだよ。俺も多分昔は、なんか考察とかすごい楽しんでたし、うん、これどうなんだろうとか、そういうのを考えながら見てたと思うんだけど、うん、今はなんかね、それ、そういう考えるときももちろんあるにはあるんだけど、うん、なんか女の子かわいいとか、この人かっけーで終わるんだよね、正直。そうなんだよ。そう、そういう、うん、そのそういう楽しみ方って、うん、なんなら正解というか、うん、その特に現代のあふれんばかりのエンタメにおいてはおそらくそういう作りをされているものの方が多いし、だったらというか何が言いたいんだ俺は今。その多分並んで俺ね、多分公式と解釈違いを起こすのが怖いんだよね。そう、そう深く考えて公式と解釈違いを起こしちゃうと、俺はこう思ってるけどでも公式はこうなんだろうなってふうになっちゃうと、うん、多分それ以降その作品をしっかり見れなくなるから、はい、無心でただ女の子可愛いと思って見てる俺は。あ、まあ作品における解釈違いはありますよね。うん、いや本当にね。その基本的にはさ受け入れられるんだよ、うん、あでもそういうのもあるよねみたいな、うん、まれにさ本当まれになんか致命的な解釈違いってあるじゃないですか。あります。そう、それがね本当に怖い。あります、あります、本当にそれだけが本当に怖い。いやーわかるな。そう、いや それだけはちょっと違くないみたいな。そうなんだよね。こう。なんか、そう。うん。なんかあれじゃん、友達とかで話し合っててさ、解釈違うのはさ。うん。まあ、そうね。ただ単に考え方の違いでするけどさ。やっぱ、公式からやられちゃうとさ。そう。かつ、ある意味それが事実みたいになっちゃうからさ。うん。なんだろう。それが、
自分が愛していたコンテンツだとなおさらよね。そうそうそう。じゃあこのこのリビドーはどこに持っていけばいいのみたいな。そう、なんか消化不良っていうかね。いや俺も去年さ、俺の人生映画と呼ばれるスターウォーズにそれやられたからさ。ああ、そういえばなんかスノート言ってた気がするわ。ああ、引きずってる。そんなにそんなに違ったの？1年経ってるんだけど、まだ引きずってるからね。まあでも好きな映画ほどやっぱ引きずるよね。だって、だって、だって、だってよ、シャンクス。でもシャンクス。うれしい。いや、ほんとにそんな感じだよ。安いもんだ。腕の一本ぐらい、うん。そう言ってくんなかったから。安いもんだって言ってくんなかったから。まったくよ、みたいな。あ、そうだね。四校だぞ、俺ぐらいの気持ちで来られたからさ。うん。いやー、何言ってんだか分かんなくなっちゃったけど。まあ、わかるよ。いや、そう。でも、なんだろう。俺はむしろそれが怖いから、要するに、なんだろう。自分の好きという感情に絶対的自信を置いてしまっているから、なんだろう。公式がそんなことをするはずがないぐらいの、やられたけどさ。ああ、公式を使用してるのか。そうそうそう。その、だから、インスタントなものを、インスタントなものって、すごい便利な言葉だなと思って、めちゃくちゃ使っちゃうんだけど、うん。要するに、その、短絡的に作られた何かっていうのは、その、信じられないような展開が起きやすいと思うのよ。わかるかな、この感覚。要するに、その、解釈違いって、信じられないような解釈違いって、まあ要するに、深く考えられてないものだと思うんだよね。ああ、なるほど。考えられていれば、その自分が考えていたものとは違ったとしても、別の完成された何かとして受け取られるけどさ。まあ、納得できるもんね。うん。うん、納得できないっていうことは、それは何かその場しのぎであったりとか、その前にあった展開をどうにかするための何かであったりとかするはずだと思うから、なるべくこう、なんていうか、真の通った物語っていうのを見るために、その短絡的な物語を避けるようにしてるのかなと今思ったね。なるほどね。確かにそれはあるかもしんない、うん。まあでも、だからといって、そのインスタントなコンテンツ、インスタントな娯楽っていうものが悪かって言えばそんなことはなく、まずは なんだ、商業的な価値みたいなのは当然あるわけだし、かつ、そういうものが見たいときって実際あるし、今どっちかってそっちなんだよね、俺。こう、ああ、なんか無心になれる、なんか。まあ、わかるよ。なんか、本当に考えずに見れるのはね。そうそう。毒が全くないものを見たいって思って、生きてるよ。正直、軽く見ればさ、なんか、解釈違いが起きてもさ、あ、そっかで済むじゃん。そうそうそう。深く入れ込めば入れ込むほどやっぱ、そうなんだよ。なんか、公式と考えが違った時になんか、しこりが残るじゃん。うん。食らった時のデカさはでかいね。デカさはでかい。デカさはでかいね。ショックだね。ショックのデカさはね、うん。なるほどね。うん。そうね。なんか、生きてる。うん。生きてる性を感じる部位に対して、あんまり触れられないのはそういうあれがあるのかもしれない。怖いんだな。だって人間じゃん。人間だ。話が壮大になってきた。人間ゆえの虚構じゃないじゃん、あの人たちは。
人間夢の解釈違いはあるよね。でしょ？虚構じゃないじゃん。人間怖いもん。話が広がる。やっぱね、清楚系 VTuber からうんちって言葉が出たらやっぱショックだよね。うん、え、そう？まあ、どうなんだろう。状況によるんじゃない？こういうのもあるじゃん。例えばの話は。はいはいはい。え、びっくりした。なんか、我々の業界ではむしろ興奮するのかなと思った。はい、ご褒美ですか。むしろ聞きたいです。言わせてよ。言ってほしいよ。まあ。言えよ。まあ、方々の趣向はともかくとして。セネスト。うん。でも、いや、でも、俺はちょっと V 知ってる人にしか伝わらないと思う。二次三次知ってる人には伝わらないけど。うん、軍道ミレーの口からうんちが出るのと、やっぱシスタークレアの口からうんちが出るのが違うんですよ。なるほど。重みが違うんですよ。リゼヘルエスタもうんちは言わないんですよ。あ、それは言わない。アンジュカトリーナはうんちを言うんですよ。うん、その際もね。なるほどね。うん、わからないけどわかったわ。まあ、それでうんちが出たんだけどショックはいげつ。つないよね。いや、知らんけど。知らんのかい。俺はうんちって言われたら興奮するけど。うんちだーって。その喜び方はね、成人男性じゃなくて小学生男子の喜び方だ。うん。幼稚園児かな。マイクに口近づけて、うんちって言いますから、いきなり。怖えんで。うん。でも逆に、なんだ、自分の好きな、あ、推しがうんちって言ったことにめちゃくちゃ落ち込むの面白いね。いるでしょ。まあ今の例えだけどさ、言ったよ、そういうようなことってまあまあまああるでしょうね。ああ、こんな話はしないと。なんだろう、うん、なんだろう、ポジティブを求めてる、うん、非常にネガティブなことを言われたらショックだったりするみたいな、うん、そうね、それで、ああ、しばらく見れないわって、あ、元気ないなーって思ってる時に見たらさ、うん、なんか V の方もちょっと元気なくて、うん、なんか最近さ、視聴者がなんか嫌なやつが多くてさみたいな話をされたらさ、まあ、ちょっと嫌かもってなるじゃん。無理だね、そういうことはあるじゃん、うん、うん、まあ、見なければいいだけの話だと思うんですけど、うん、別の V を見ればいいと僕は思いますが、うん、そういうのでね、非常に強く落ち込む人もいるじゃないですか。うん。まあ、そうっすね。ね、まあ、あとは、なんだ、自分の主義、思考みたいなものから大きく外れたような言動をしたりすると、まあ、うん、あるかもね。お金をかけてたりすれば、なおさらね。うん。社会でかいでしょうし。もう何を言おう、言おう、同じ人間だと思ってるから、別にショックでも何でもないんだけど。うん。うん、まあ、そういうこともあるよね、みたいな。くらいにしか思わないですけど、ね、まああんまり、うん、あ、むしろ視聴者に対してちょっと嫌になるけどね、割と。ああ、それはちょっとよく聞くかもな。俺はちょっと一生オタクとして言い続けてるんだけど、うん、あの、とある二人の仲いい VTuber が急にコラボをしなくなったっていうのがあるんだけど、うん、その原因が、あの、片方の V の視聴者が、うん、もう片方の V に対して、お前は、あの、この子に対して非常に不健全な影響を与えるからコラボしないでほしいっていう発言をしだしたの。はぁ、あ。これはちょっと、あの、すごい省略してるし、ざっくりこんなぐらいで概要だけど、はあ、こういうような発言とか、マシュマロとか、うん、そういうものが本人たちの目に移り始めたんですよね。うん。ってことで、まあ、結果としてコラボしなくなったんですよ。うん。まあ、やりにくいよね。うん。で、当時は、その、なんだろう、名前で、あの、すごい、なんだろう、親しく呼び合っていたお二人は、エチしか、うん、まあ、名字でさん付けで、話をするときは、うん、名字でさん付けで言うような距離がなかった。悲しい。ってことがあったんですよ。本当にあった話で。ああ、で、これは、まあ、いろいろあると思うんだけど、
俺は一人に本当に視聴者が悪いなって思うし、うん、そのなんかギャップに耐えられないのか何に耐えられないのか知らないけど、自分たちのその理想を押し付けるみたいなもの、うん、その解釈違いみたいなものに対してすごい何かを本人たちの押し付けようとする人たち、うん、でいやー強い憤りを感じましたね、俺は。もうね、すごいね、それ。俺正直解釈違いがあったらそっと去るタイプだから。それが賢いし、うん、押し付けるのはすげえな、逆に悪い意味だけど。去るのがまあ一番賢いです。互いに傷つかない方法として。うん、だよね、傷つかないよね。うん。もう別のとこ行くわ、まあ、そう、それが一番いいと思う。まあ視点なら視聴者が減るっていう意味で傷つくんだと思いますけど、まあそうっすね、うん、まあ理想を言えば受け入れるが多分そう大正解なわけなんですけど、うん、ショックを受けても受け入れる大正解、まあそれをね善意に要求するのは非常に酷だというものなので、そこまでは言いませんけどってやつだよね。せめて猿ぐらいでとどめてほしかったんだけど、まあ世の中はね、そんな賢いものばかりじゃなかったということで、そういうことがあったんですよ。めちゃくちゃ嫌だったね。まあそれは嫌だね。未だに一生を許さんと思ってるもん。俺人類の中でマジ許さん存在がある人がそれだなと思ってる。本当に。いや他の人たちまあ大体許してるけど、その人たちでマジ許さん。そうね。な。そうね。そうよね。しかもなんだろう、その、作品に対する誹謗中傷ではなく、うん、人間に対する誹謗中傷なのが、なおさらね。そうよね。心がないなって思う。なんだろうね。鬼滅の刃をディスるのと話が違うから。うん。なんだろう。作品批評、俺は結構作品批評読んだりするの好きだし。うんうん。なんだなんだろう、まあ映画の感想ぐらいは言うし、当然見たら、うん、でもそれが例えば人格否定とかにつながっちゃったらダメだろうし、でそのスターウォーズにもあったのよ、実はそういうことが、その、うん、ある特定のキャラクターがまあいろんな理由でヘイトを買ってしまって、その中の一つが役者のその容姿に関わることだったのね。まあ、スター・ウォーズに、その、合ってないというか。なるほど。スター・ウォーズ的世界観ではない。そう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 。で、まあ、ディズニーが作ってるから、今、スター・ウォーズは。ディズニー的には、うん、それは新しいスター・ウォーズの提示だったんだけど、ファンは受け入れなかった。まあ、それで終わりのはずなんだけど、その、SNS、その役者の SNS に特攻していってしまったファンがたくさんいて、ああそのせいでその人 SNS 一切やんなくなっちゃったんだよね。としてん？なんか現象としてすごい似てるねって。うん。そう。で、その続編でそのキャラクターが掘り下げられるかと思ったら、その登場全然なくなっちゃったりして、その両方問題というか、そのなんていうか SNS やめるのはその当人の判断だし、うん、いいんだけど、よくないよ全然。よくはないんだけどさ、その登場シーンを減らすとか、そういう自分が自分というか、まあ会社だけど自分でいいか、自分がやりたいエンターテインメントみたいなものが他者によって阻害されるのって本当にたまったもんじゃないよね。それってねえ、ダメじゃん。今日ネットの時代よな。うん。ほんま。まあでも正直そうよね。正直ファンのせいでさ。うん。
やっぱ作品の評価もかかるときあるじゃん。うん、まあ評価するのは、なんかその作品を元からしてたらさ、なんかこのファン、なんかファンはちょっとあれだけど、この作品本当はいい作品だからみたいな風に言えるけどさ、うん、その作品を知らない前提でさ、そういうファンの話聞いちゃうとさ、うん、やっぱなんかあんまその作品に触れようと思わないじゃん。そうなんだよね。なんかその作品を見れなくなるからさ、なんか白い、うん、なんか真っ当な目で、うん、今でこそ言われなくなったけど、アニメオタクは犯罪者予備軍っていうのがあったじゃん。うん、今も割と言われてない。まあ薄くはなったね。いやー、まあ、前よりはね、まあ、昔ほどじゃないよ。うん、昔ほど主語は出かけないよ。とまではいかないかな。なんかすごい、うん、思うことはありますよね。うん、そういう人間が一部いるのは事実ですけどって感じ。うん、みんながみんなそうじゃないよっていうのを。そうよね。だって昔のニュースあれだもんね、なんか大体そういうなんか犯罪起きた時にさ、うん、なんかこぞってなんか丸々容疑者は自宅にアニメグッズがありみたいな報道されてたもんね、うん、ポケゴンの時もあったで、うん、あったあった、 あったっけ、運転中に事故を落とした、ああ。運転手は、ポケモン GO をプレイしておりっていう。ポケモン GO をプレイしており、言う必要あるって。別に事実だけどさ、言う必要あるって、うん。スマホをいじっておりダメなんですかっていう。そうよね。意図を感じますよね。あるかんね、そういうの。うん。やっぱりこう、よりセンセーショナルというか時流に乗った話題じゃないとねーっていう、あのなんだろう、ちょっと前にやっぱりなんだっけ、高齢者が起こす事故が取り立たされた時期あったじゃない。ありましたね。あの時期ってもうニュースでさ、そういう事故の話ばっかりなのよ。今日こんな、ここでこんな事件が起きま、事件じゃねえか。こんな事故が起きてしまいましたって、これ、その、本来ニュースに、なんだ、全国区のニュースになる話題じゃないのにそういう話になっちゃうって、はぁ、メディア怖ってなるよね。なるね。あ、そうね。うん。声でか怖っ。メディアってほんま声量でかいから。うん。あとあのちっちゃいところで言うとあのキメハラってあったじゃない。あったね。あんなんさ、いついかなる時でも起きてるでしょっていう。起きてる、ね。うん。起きてる。正直鬼滅以外の作品でもあるからね、そういうのは。キメハラ面白い。流行ってない作品でもそれあるよって。響きが面白い。なんかこの前もなんかあったよね。キメハラじゃないけどなんかメディアがさ、なんか呪術沿線対戦ね。対戦か。うん。を、なんか第二の鬼滅みたいな表現をして、めっちゃツイッター荒れてた。ああ。出ないわけないんだよな。鬼滅の刃。そうね。だからそういうのを見ると、ね、メディアはなんか、うん。本当に、わざとやってんだろうなと思うんだよね、さすがに。うん、人間人として愚かだなと。うん、思いますね。ちょっと話ずれるけど、アンジャスの渡部さんの会見があった時の。うん、ああ、はいはいはい。あの、記者の質問の数々。うん。人のする質問じゃないよなと思った。うん、ああいうの見ちゃうとね、ほんとに。なんか、こういう人たちが、なんか、うん、コンテンツを破壊していくんだなって思ったよね。うん。人というものを破壊していくんだなと思った。人の心がない。うん。まあ、小学生の時で言う、いじめていいみたいな雰囲気。うん、あ、わかるわ。本当は存在しないんですけど、なんかみんないじめてるからいじめていいじゃんみたいなね。うん。ことを言い出すやから。はい。いや、笑ってんじゃん、こいつみたいなね。うん。ことを言い出したから。ちょっとね、恨みつらみがすごいわ。
同族よな、でも。うん。でも、ね、世の中にはそんな人ばかりじゃないんですよ、やっぱり。はい。今日も呼吸をしてる幸せって人がいるんですよ。うん、推しが今日も生きている幸せ。そういう人たちもいるんですよ。うん、いるね。俺は割とそう。あ、今日も元気にツイートしてる。今日はいい日。もう、正直そのぐらいが一番平和だよ。マジ、うん、コンテンツを楽しむ、非常に平和ですね。うん、タレントに対するほにゃらら、そう、難しいっすよね、ほんと。悪い影響ばかりが目立っちゃうからね、悪い事件ばかりが、うん、いい話あるかね、逆に視聴者が、視聴者というかファンがいい影響を与えたパターン。あー、いい影響じゃないんだけどさ、うん、そのごめん、スターウォーズの話になっちゃうんだけど、人生ジャンルすぎるから。もう、まあ、しょうがないな。スターウォーズ、今、ドラマやってるんだけど、そのドラマ作品で毎週更新されてんだけど、その、何週間前の更新分に、スタッフが映っちゃったのよ。映り込んじゃったのね。はいはいはい、その、スターウォーズの世界観の中に、ジーンズとシャツの男が映り込んじゃったんだけど、やばいじゃん。でそれにスタッフ全員気づかないで公開されて、うん、なんかあっそぐわないやついるってあったんだよ。あるね。でそこから何が起きたかっていうと、そいつのコスプレが生まれたり、あのスターウォーズってスターウォーズのなんだ、うん、力の一番強いところとしてアクションフィギュアっていうものが流行ったのってスターウォーズからなんだよ。ああ、そうなんだ。そうなんだ。そう。あの、何部分稼働みたいなあるじゃない。ある。あれの、まあ、もともとあったんだけど、あれが大量に生まれたのはスターウォーズからって言われてて、うん、で、そっちのアクションフィギュア風のものができたり、あ、ファンメイドでね。うん。そういう、あの、パロディというか、いじられ方をして、ミスっていうものを笑ってごまかしてくれるって、いやそれはファンが神だ、うん、そう、それはよくできたファンだ、なんて愛おしい土壌なんだって。いやそれは民度が高い、うん、民度が高い、民度ってでも合ってないようなもんな気もするけどね。まあね、そう、それを楽しんでる反面で、その裏にはその例えばスタッフ、その映り込んじゃったジーンズ男は自分がフィギュアにされてるわけだから悲しいよね。そうなんですよね、本人としてだろうし、その同じファンの中でも、うん、そういう盛り上がり方をするのは良くないんじゃないのって思ってる人は当然いるだろうし、うん、いるね、うん、おはようございます。寝てたの？嘘だろ、ちょっと一瞬寝てたわ。一瞬かよ。そうじゃん、それは。めっちゃいい話してたよ、今。めっちゃいい話してたよ、今。みんな泣いてたよ。ごめん。本気で泣いてた。マジだな。本当に。いや、うん、熱い話よね。熱い話で。ハリウッドだな。本当にね。マジで、うん。うん。お前。泣いてるわけで。閉めるのマジで。喉痛い。喉が返しって。乾燥して喉が痛い。というわけで、SP プロジェクトの年末雑談でした。また2021年もよろしくお願いします。はい。よろしくお願いします。お願いします。